HKT48 は福岡市を拠点に活動する日本の女性アイドルグループ。2011年10月23日に誕生した AKB48 グループの一つであり、秋元康氏が総合プロデューサーを務める。運営会社及び所属事務所は株式会社マーキュリー。所属レーベルは EMI レコーズ。 AKB48 の全国展開第3弾として福岡市が選ばれた。2011年7月10日に第1期生オーディション最終審査が行われ、2011年10月23日に西武ドームにおいて開催された AKB48 の握手会イベントでメンバーが初めてお披露目された。2013年3月20日にファーストシングル、好き、好き。 スキップをリリースし、メジャーデビュー、初週25万枚を売り上げ、オリコンウィークリーチャート1位を獲得した。福岡市中央区事業浜のホークスタウンモール2階に、初代の専用劇場、HKT48 劇場を開設し、2011年11月26日に、初公演を行って、以後原則的に毎日公演を行っていた。AKB48 と、 同様、アックスが運営管理を行っていたが、ホークスタウンモールの再開発に伴い2016年3月末をもって閉館した。同年4月28日より、福岡市中央区天神の商業施設、ソラリアステージ6階の西鉄ホールを主たる本拠地劇場として公演を行った。2017年9月4日以降は西鉄ホールに加えて、 福岡市博多区、千代のパピヨン242階のパピヨン24ガスホール、2018年2月5日以降は、福岡市中央区渡辺通りのスカラエスパシオでも、劇場公演を行った。西鉄ホール及びパピヨン24ガスホール、スカラエスパシオは、HKT48 の専用劇場ではなかったが、2020年11月2日に、福岡ヤフオク。 ドーム隣接のエンターテインメントビル、イーゾ福岡1階に2代目となる専用劇場をオープンした。グループ名のアルファベット部分の HKT は博多に由来する。AKB48 や他の姉妹グループと同様にグループ名から1文字取ったチーム性を導入している。2013年までは一期制によるチーム H のみであったが、 2014年にチームキブが発足したことでにチーム体制となり2016年3月にチームーが発足されたことにより3チームが揃った2022年1月13日時点でチーム H15 名チームキブ14名チーム T16 名の計46名である HKT48 が独自のカラーを持つコンテンツとして挙げられるのがライブである セットリストは、指原里乃を中心に、メンバー自らが組むことが多く、普段 AKB48 では披露されることが、ないような楽曲を、HKT48 が披露して、人気となったものもある。さらに、乃木坂46や、モーニング娘。小泉京子、桃色クローバー Z、アイドルマスター、シンデレラガールズといった。 AKB48 グループ以外の楽曲も多く取り入れている。このような取り組みは2013年4月に日本武道館で開催された AKB48 グループ臨時総会白黒つけようじゃないか。における初の HKT48 単独公演で当時 HKT48 にはオリジナル楽曲が少なかったため指原は 姉妹グループの楽曲を積極的に取り入れ、さらには AKB48 の公式ライバルである、乃木坂46の楽曲までも使用してしまおうという、禁じ手だと思われていた。AKB48 に関わるものでは思いつかない、または思いついても手を出すことはなかったアイデアを次々に提案していったことがきっかけである。しかしながら、使用する楽曲は、あくまで、 秋元康プロデュースの範疇であった。2014年1月に開催された HKT48 九州7県ツアーかわいい、子には旅をさせよう初日公演において、モーニング娘。のヒット曲、ザピス。を披露したことから、秋元康プロデュースの枠を超えた楽曲を取り入れるようになった。西日本新聞社の古川康弘によると、 戦術の九州七県ツアーではトロッコに乗って、客席の近くまで来たり、ボールを投げてきたり、MC のクオリティが高かったり、曲中やたらと煽りを入れてきたりと、ライブの盛り上がりが尋常じゃなかったといい、AKB48 のドーム公演とも違った盛り上がり方だという。チーム H チームカラーは黄緑色、チームキブチームカラーは水色。 チームチーチームカラーは黄色。元世紀メンバー元研究生チーム H キャプテン阿ナ千尋松岡夏美チームキブキャプテンただ愛香本村、葵青いチームチーキャプテン山下エミリーチーム H、副キャプテン松岡夏美。チームキブ副キャプテン宮脇桜チームチー、副キャプテン外、その葉月これまで5度のメンバーオーディションを実施し、AKB48 からの移籍メンバー。 SKE48 からの兼任メンバー、ドラフト生以外はこれらのオーディションを経て加入している。各メンバーの当該チームでの活動期間については、メンバー構成推移を、キャプテン、副キャプテンの在任期間は、歴代キャプテンを参照。合格者のうち、太字となっているのは2022年1月10日、現在、在籍しているメンバー。 第4期制オーディションでは、HKT48 運営事務局によるエントリーに加え、HKT48 が所属するレーベルである、ユニバーサルミュージック主催のオーディションも同時に実施された。ユニバーサルミュージック側では、特に歌のスペシャリストを募集するものとした。第1回2013年11月10日、ドラフト会議開催、候補者29名中、非指名者20名。 うち HKT48 から1名指名。2014年2月1日候補者を広め、AKB48 グループ大祖格祭りにて、正式配属となる。第2回2015年5月10日。第2回ドラフト会議開催。候補者47名中非指名者24名。うち HKT48 から3名指名。2015年6月27日を広め、 第3回2018年1月21日第3回ドラフト会議開催候補者68名中非指名者55名うち HKT48 から5名指名2018年3月31日を披露目 HKT48 では AKB48 同様グループが大人数であること通常はそれぞれのチームに分かれて公演を行っていることなどから シングルをリリースする際や、写真集、雑誌のグラビア写真等には一部のメンバーが選抜され、レコーディング、CD ジャケット、メガボルト及びプロモーション活動には、選抜メンバーのみが起用される。ただし、テレビ出演の場合は、全員が出演、あるいは一部メンバーが入れ替わって出演するなどのケースがある。さらに、 AKB48 シングルの選抜メンバーに HKT48 のメンバーが選出されることがある。そのメンバーを選出する選抜総選挙には第4回で研究生を含めた全メンバーが参加した。また、じゃんけん大会では第3回で予備選を勝ち抜いたメンバーのみが参加した。他の姉妹グループではその時々の状況に応じ、 兄弟曲選抜の人数を増減させているが、HKT48 では、シングルデビュー以来一貫して、16名の枠を、守っている。またその選考に関する基準は、多少の揺らぎもあるが、映画、尾崎支配人が泣いた夜ドキュメンタリーオブ HK、HKT48 の中で明らかにされている。一部の選抜メンバーと、選抜入りしなかったメンバーによって、 甘口姫、うま口姫が結成され、甘口姫はタイプ A の、うま口姫はタイプ B のカップリング曲を担当していた。選抜と同様にメンバーは、その都度選ばれる。各シングルにおけるメンバーについては、当該項目を参照。セブンスシングル以降は、プラチナガールズとダイヤモンドガールズが、カップリング曲を担当することがある。ナインスシングルにおける、 プラチナガールズを除いては、いずれも選抜に入らなかったメンバーで構成される。イレブンスシングル以降は、年齢や加入時期で2分して、カップリングの選抜を構成している。イレブンスシングルでは、高校生以下の選抜から外れたメンバーで構成された、幸せ DA パンケーキと、社会人、大学生の選抜から外れたメンバーで構成された、やっぱり、 みたらし団子がカップリングを担当した。トゥエルフスシングルでは1期生から3期生の選抜から外れたメンバーで構成された8%と4期生から5期生、ドラフト2期3期の選抜から外れたメンバーで構成された10%がカップリングを担当した。ナコミクトは共に HKT48 の3期生で2001年生まれのやぶきなしと 田中美クのコンビの故障であり、オリジナル曲、聖域リップスが制作され、フォースシングル、控えめアイラビューのカップリング曲として収録された。ラブベリーの専属モデルとしても活動するほか、イレブンスシングル、早送りカレンダーのセンターも務めた。ブルーベリーパイは、フォースシングル、控えめアイラビューのカップリング曲、私は、ブルーベリーパイの、 歌唱メンバーで結成されたユニット。ポップコーンチルドレンは HKT48 の3期生によるユニットであり、フィフスシングル12秒のカップリング曲、微笑みポップコーンを歌唱する。桜ハルカは、セブンスシングル74億分の1の君へのカップリング曲タブーの色を歌唱するユニット。ナコミクメルミオは、セブンスシングル 74億分の1の君へのカップリング曲アインシュタインよりディアナ・アグロンを歌唱するユニット。F24 は3期以降に加入したすべてのメンバーに2期生の田島と友永を加えた若手のメンバー構成でありフレッシュメンバーとも呼ばれる。F はフェイス、フロント、フレンド、フューチャー、フレッシュを意味する。2016年に開催された HKT48 夏のホールツアー2016、HKT が AKB48 グループを離脱国民投票コンサートコー知、鳥取公園にこのメンバーで出演し、活動を開始。同公園では、1年後に同じメンバーで特別イベントを行うという趣旨の制約書が来場者に配布され、実際にパピヨン24ガスホールにおいてイベントが行われた。 2017年9月には、博多座でのコンサートを実施。同年12月には、当時のメンバーで、アルバム、0 9に収録の楽曲、ファンミーティングも歌唱した。2018年11月に2期生の田島、友永が離脱し、ドラフト3期生、5期生が、新たに加入した。現メンバー級メンバー種は、HKT48 の中でも、ビジュアルと、 スタイルが良いとされるメンバーにより結成されたユニットで、メンバー全員が160センチメートルを超えている。ユニット名の、主は、フランス語で、可愛いという意味の呼びかけの言葉を由来としている。AKB48 グループユニットじゃんけん大会2017、絆は、拳から生まれる。出場のために、神、シナを除く6人で結成したユニットであり、 ジャンケン大会では敗退したものの、HKT48 のアルバム、0 9 2に、オリジナル曲、パッションフルーツの秘密が収録された。2018年の第2回ユニットジャンケン大会の出場に際して、神、シナを加えた7人体制となった。同年10月には、TGC 北九州2018倍、東京ガールズコレクションに、モデルとして出演した。 桜花見区は、イレブンスシングル、早送りカレンダーのカップリング曲、僕の思いがいつか、虹になるまで、を歌唱するユニット。R24 は、HKT48 の2期生により結成された、F24 に対抗するユニットである。2019年2月より、博多リフレッシュ公演を実施している。 2019年8月12日の HKT48 ツイッター動画にて R24 の新メンバー募集するオーディション開催が決定。その結果、オーディションに参加した2期生以外のメンバー全17名が加わった。Ditto Charm は HKT48 のダンス選抜ユニットでダンスレッスンのハイクラスからさらに厳選されたメンバーにより結成されたユニット名の リットチャームは最高に魅了するという意味である。HKT48 は結成当初より意図的にシングル表題曲のセンターメンバーを頻繁に変更しており、姉妹グループと比べ多くのメンバーがグループの顔の役割を担ってきた。微光欄においては初のセンターポジションはグループ在籍時最後のシングル表題曲のセンターポジションを示す。 シングル表題曲のセンターポジションは、歌表の通り。以下における、最高位の記述は、オリコン週間チャート最高位。参加シングル AKB48 渡辺、美優紀ジャンケンミン、HKT48 名義以外の作品に、収録された楽曲。オリジナルアルバム劇場公演アルバム参加アルバム、AKB48 劇場公演コンサート博多。 百貨店その他、バラエティマジスカ学園霊器さらず乱闘編舞台映画、HKT48 劇場は、福岡市中央区事業浜、ボス、イーゾ福岡の1階にある HKT48 の専用劇場。2020年11月2日オープン。正式名称は、西日本シティ銀行。 HKT48 劇場で、HKT48 の専用劇場としては2代目である。初代の HKT48 劇場は、同地にあった、ホークスタウンモール内に2011年11月26日オープンし、同日から公演も開始。収容人数は300名で、AKB48 グループの劇場としては、最多人数。客席は、 グループの劇場としては初めて一席ずつ独立したセパレートタイプの客席となっていた。入場チケットの販売は AKB48 グループの他の劇場と同じく事前応募制で140枚が一般抽選枠、120枚が HKT48 モバイル会員枠となり、その他福岡、佐賀、 熊本三県以外の都道府県在住者に対し遠方からお越しのお客様枠として20枚ファミリーカップルでお越しのお客様枠として10枚女性、小中学生のお客様枠として10枚がそれぞれ割り振られたステージには可動ステージがステージ中央部から観客席に向かって設置されていた可動ステージはステージ全体が競りとなっていたほか先端部には 中央部分に回転が可能なセリを有する張り出し部隊が設置されていた。これは他の姉妹グループの専用劇場にはない特徴であった。ホークスタウンの再開発事業に伴い2016年3月31日をもって4年4ヶ月の歴史に幕を閉じた。2016年4月28日以降は福岡市中央区天神ソラリアステージ6階にある 西鉄ホールを本拠地劇場として使用している。本拠移転に際しては、客席数が増加することを踏まえ、席数配分が、細分化、変更されることが発表された。なお西鉄ホールは、従前のような HKT48 専用の劇場ではなく、HKT48 以外のイベントも引き続き、開催されていた。 その後、2017年9月4日からは、西鉄ホールと、並行して、福岡市博多区千代にあるパピオン24内の、パピオン24ガスホール、2018年2月5日からは、福岡市中央区渡辺通りにある、多目的ホール、スカラエスパシオでの公演も実施されていた。なお各ホールについても、HKT48 劇場として扱われる、場合があった。 2020年3月31日の配信限定公演を最後に3劇場での公演は事実上打ち切りとなり新型コロナウイルス感染症の影響もありさよなら公演やファイナルイベントにあたる催しは一切行われないまま HKT48 は天神地区から撤退することとなった2020年11月2日約4年ぶりに天神地区から 事業浜地区へ戻り、エンターテイメントビル、ボス、イーゾ福岡1階に、新たな専用劇場を、オープンした。当初は2020年春をめどに、開業の予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大によりビルの竣工オープンが遅れたためこの日の開業になった。新劇場開場にあたっては、AKB48 グループの劇場としては初めて、福岡市に本店がある。 地方銀行、西日本シティ銀行が、命名権を獲得し、ビルの施設管理者である福岡ソフトバンクホークス、との間で命名権契約を締結した。そして、新劇場のメディア向けお披露目が行われた2020年7月17日から、劇場名称が、日本シティ銀、HKT48 劇場となった。チケットの応募受付は、 当該劇場公演日の3日前の0時から20時の間、AKB48 グループチケットセンター経由で行われる。西鉄ホールに移転してからも同じである。チーム H 種をつなぎながら、2012年3月4日から2013年2月17日、博多レジェンド、2013年3月1日から2014年4月17日青春ガールズ。 2014年4月23日から10月30日、最終ベルが鳴る。2014年11月9日から2016年3月31日シアターの、女神、2016年5月3日から2018年9月2日、リセット。2018年9月10日、チームキブシアターの女神、2014年5月8日から2016年3月31日、最終ベルが鳴る。 2016年5月17日。2018年1月23日征服の目。2018年1月29日、チームチー種をつなぎながら。2016年12月21日、研究性ひまわり組 R24 種リットチャーム。 博多七色ロソロ公演特別公演2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年現在のレギュラー番組過去のレギュラー番組過去の単発番組現在のレギュラー番組過去のレギュラー番組舞台劇団現在のレギュラー配信過去の 単発配信過去のレギュラー配信不都は継続中のもの。ありがとうございます。